その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがそうで、そんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。おやさん、くそ、どうして。うん、何なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、わかった。俺らも行くからよ。ちょうど呼び行こうと思ってたとこ。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。調子のこんちゃうだ。かかってこい。さて、いや、なに、やってみんかい。なめんなよ。どうしたんや。遠慮で。やってやるぞ。俺の番だ。に合わせますよ。名店のか。やってみんかい。おれおれ、見せてやるよ。おいよ、やんのか。私がどうしたんや。やるんか。やってみんかい。してみろ。おれおれ、名店のか。やんのか。ほら来いよ。私が相手に。なんや。やってやるぞ。どうしたんや。寝てんのか。なめんなよ。邪魔だよ。おい、俺の番ね。なんや。
春日君、先に一杯やらせてもらってるよ。そうかい。ご機嫌で何よりだ、蝶。なら俺も少しやってくかな。一緒にいいか。望むところだよ。ちょうど一人で飲むのに飽きてたとこ。ここんとこハンピン・リューマンの連中はどうしてんだ。誰もおめんとこに出入りしてねえのか。そんなことないけど、まあ、真淵についてた連中はさすがに遠慮してこないね。そりゃそうだろうな。裏切ってクーデターに加勢してた奴らってことだろう。連中が総帥より真淵についた理由ってのはお前も気になるんじゃねえの。別に。けど真淵は部下にしてみれば分かりやすいリーダーであったろうとは思うよ。分かりやすいって何が。真淵の欲しがってるもの、金と力を満たしてくれる部下を真淵は必ず評価する。掟を守らないとか暴力が過ぎるとか、そんなのお構いなしにどんどんやれるやつをね。喧嘩の腕と度胸さえあれやバカでも上に引き上げられるってか。たとえ他の仲間を蹴落としたりしてもだよ、真淵にさえ忠誠を誓っていれば。むちゃくちゃだな。けどいつだったか真淵はああ見えてインテリだって聞いたぜ。ああ、あいつは何カ国語も喋れたし、数字に強くて暴力にもためらいがない。裏社会で言うと逸材だよね。もし登場会にいたら当然春日君より出世してたでしょ。歴史にたらればはねえんだ。俺は無所の中で生きるのが運命だったんだよ。そうだね、すまなかった。今のは俺の失言だったよ春日君。そんなつもりで言ったんじゃねえって。謝る必要なんかねえさ。そっか。まあとにかく俺が言いたかったのは、若き日の真淵には才能があったってことでね。俺も総帥になった時そこを見込んで、真淵には右腕になってくれって言ったし。は？なんだよそれじゃ。
お前があいつに力をつけさせちまった張本人か。ああ、なるほど。確かにそうなるね。のんきり笑ってんじゃないよ。でもあの頃のマブチはそれくらい魅力的な人間だったんだよ。今みたいに裏でうじうじやるような感じじゃなかったんだ。俺もあいつに惹かれてて。どんなところに。若い頃のマブチにはこうなんていうかさ、向上心みたいなのがすごくあったんだよ。のし上がってやるっていう気持ちが溢れてて、それを叶えるだけの才能もあって、俺にはないものをあいつは持ってた。だから惹かれたのかもしれないね。そう、ちょうど春日君みたいな感じかな。よくよく考えたら結構似てるかも。おいおい、やめてくれよ。で、そんな魅力的なマブチが変わっちまったのは何でなんだい。今思えばあいつが幹部になったのがきっかけかもしれない。幹部になってからあいつは同年代で格上の俺に露骨に立てつくようになっていった。生まれだけで総帥を継いで弱腰の協調路線を続ける俺が気に食わなかったんだろうね。マブチはイケイケタイプだし、どう考えても俺って存在は邪魔だしうざいよね。ならいつかマブチは裏切るかもしれねえって蝶も思ってたんじゃねえのか。いや、俺はそんなに。なんだかんだあいつのことを信じてたのかもしれない。でも親父や子さんの幹部たちはマブチをよく思ってなかった。あいつはきっといつか裏切るから早めに消した方がいい、そう言ってマブチを消そうと動いたんだ。それでどうなったんだ。俺が必死に止めたよ。前にも言ったと思うけど、俺は内輪で殺し合うなんてバカバカしいと思ってる。しかも組織はこの先老人たちじゃなくて俺とマブチで背負ってこうって時期じゃん。マブチみたいな人間を潰すってことは未来を潰すってことにもつながる。だから反対した。なかなか老人たちも納得してくれなくてね。土下座したのは人生であれが最初で最後さ。マブチのためにそこまで。自分を嫌ってる人間のためにどうして。マブチは確かに癖もあるし悪いところも山ほどある。嫌なやつだしに、ね、だけど俺にはない熱もあるし才能もある。それに何より俺はあいつを仲間だと思ってた。仲間を殺したくない、守りたいって思うのは当然でしょ。そうだな。すまない、野暮なこと聞いたぜ。春日君が野暮なこと聞くのはいつものことさ。気にすることないよ。だけどよ、なんか俺嬉しいぜ。何が。蝶が意外と熱い人間だってことを知れてさ。俺が熱い。ああ、正直いつものらりくらりかわされるから本当の蝶ってどんなやつかつかみきれてない気がしてた。でもこうやって酒を飲みながら向き合って蝶がどんなやつなのか改めて分かった気がするぜ。なんだかんだで仲間思いの熱いやつ、俺が好きなタイプの人間さ。面と向かってそれ言われると恥ずかしいね。顔が赤いぜ。照れてんのか。酔ってるんだよ。もう一杯飲もうか。ああ、仲間思いの超先輩に乾杯。乾杯。なあ。そう。
いらっしゃい。ありがとうよ。骨が折れそうだな。上がってけ。私の番ですね。怖いの、ほら来いよ。くらえ。一体どうだ。俺の番ね。私が相手です。俺の番。俺の番だな。痛い目に合わせますよ。プレゼント。夏。してみろ。さて。勝ったな。任務完了。それでは出発いたします。さあ片付けるかね。私の番ですね。かかってこいよ。やめろよ。こいつでどうだ。よし、行くぞ。私が相手で、とっておきだ。逃げるなら今のうち。かかってきなさい。
出ると思ってる。俺の番。やめんなよ。行くぞ。私の番です。ちょっとおとなしくしてて。あ、遊んでくんない。さて、本気でやってん。なめんなよ。よし、行くぞ。やめろ。あっ、俺の番じゃねえ。行くぞ。なんだよ。ほら来いよ。私の番です。本気でやってん。おいちゃん、かかってきなさい。いいね。俺の番だな。動け。逃げるなら今のうちだ。せーて。してみろ。何の仕掛けだったぜ。任務完了。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。面白そうだな。お、免許センターの血が騒ぐのか。なんだよ、免許センターの血って。カートぐらいじゃ別に血は騒がねえよ。今日何だったら騒ぐんだよ。無免許運転か。それなら警察の血が騒ぐわ。強いて言えば証明写真機とかかな。はあ。いらっしゃいませ。
とうございました。それでは。ガント出してんじゃねえぞ。本当にやな。開けねえぞ。さーて、ほら来いよ。セーレア。こいつでどうだ。遊んで。おい来た。私の番です。してみろ。くらえ。くらえよ。こっち見ろよ。まあ、俺の番だな。本気でやってん。見せてやるよ。かかってきなさい。大丈夫じゃない。いさて、なめんなよ。セーレア。こいつでどうだ。当てると思う。俺の番ね。ほら来いよ。痛みに合わせます。邪魔せ。何で引き下がったぜ。栽培した植物はここのマスターがいろいろ加工してくれるんだっけか。おう、マスターは器用な男でな、いろんなもん作ってくれるんだぜ。花を持っていけばさらっと綺麗な花束作ってくれるし、食材を持っていけばお手製のうまい弁当も作ってくれる。あと独自の製法で調合した漢方薬は効果抜群だそうな。独自製法の漢方薬はものすごい不安なんだが。まあ騙されたと思って一回材料渡して作ってもらえよう。そうだな、マスターを信じよう。いらっしゃい。ありがとうよ。ありがとう。どうも。
それでは出発いたします。ご用件は、どの資格を受験しますか？こちらの資格、まもなく試験開始です。条件は、どの資格を受験しますか？こちらの資格、まもなく試験開始です。ご用件は、どの資格を受験しますか？こちらの資格でよろしいですか？頑張ってくださいね。
ご用件はどの資格を受験しますか？こちらの資格で間もなく試験開始です。ご用件はどの資格を受験しますか？こちらの資格でよろしいですか？まもなく試験開始です。ご用件は新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。こちらの資格でよろしいです。まもなく試験開始です。Thank you.
ご用件は、どの資格を受験しますか？こちらの、まもなく試験開始です。ご用件は、新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。こちらの資格でよろしく頑張ってくださいね。ご用件は、どの資格を受験します？こちらの、まもなく試験開始です。せーの、よっしゃ！
わかりました。またご縁があればよろしくお願いします。はい、それでは。はあ、また今後の活躍をお祈りされてしまった。これで面接落ちたの何社目だよ。よう、イカリ。カスガ君、もしかして今の聞いていたのかい。今のって面接落ちたの何社目だよとか言ってたやつか。めちゃめちゃしっかり聞いてるじゃないか。ああ、困ったな。このままでは僕の完璧超人エリートオブエリートなイメージが崩れてしまう懸念がある。そもそもそんなイメージ持ってねえって。あれ、春日さんにイカリさん仲良く何を話してるんですか。の、今イカリが落ち込んでたから励まそうと。カスガ君、ビークワイエット、シャーラッ。なんでもないんです、宮越さん。なんでもないから、マジで本当に本当に真面目に何もないので。え、ああ。さーてカスガ君、そろそろ行こうかね。僕たちお茶する予定だったもんね。え、おい、さあ行くよ。春日くん、レディステディゴー。はあ、なあ、いや、いや、
せる。私の番ですね。やってやるぜ。さーて。もう終わりか、エリートさんよ。すまねえ、イカリ。俺、頭のいいお前に嫉妬してたんだ。許してくれよ。そうだ。お前、まだうちの会社来たいんだろ。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。君みたいなクズを雇ってるような見る目がない会社、どうせすぐ潰れるよ。こっちから願い下げだ。イカリ、クソ。逃げるぞ。おい。いいフレーズだったからね、使わせてもらったよ。ありがとう、春日君、助けてくれて。いつも俺を助けてくれてるじゃねえか。それにダチを助けるなんて当たり前だろ。君は最初はただのアホだと思っていたけれど、本当に素晴らしい人材だね。僕が社長なら君みたいな人間を採用したいよ。これはお礼の印だ。受け取っておいてくれ。これからどうするんだ、イカリ。地道に就職活動と資格取得を続けるよ。僕は不器用だし、社会に馴染めないタイプの人間かもしれないけど、諦めたらおしまいだからね。僕は99社落ちたけど、山ほど資格を取ってきたんだ。次に受ける100社目の会社は受かるかもしれない。僕が僕を信じないとダメだよね。いいこと言うじゃねえか。その通りだよ。おめえはすげえんだ。自信持っていけ。で、その100社目の会社ってのはどんな会社なんだ。一番ホールディングス株式会社とか言ってたかな。え、僕も最近まで知らなかったんだけどね。地元密着でこの町のことをよく考えてる会社らしく。いや、そのあ、君も一緒に受けるかい。確かに春日君は貧乏そうだし、働いてもなさそうなイメージだもんね。紹介しようか。それ俺の会社は？社長は俺なんだけど。今までの無礼をお許しください、社長様。おいやめてくれって。何卒私を。靴を舐めましょうか。そうだ、靴を舐めましょう。普通にしてくれって。ったく、そんなことやってるから落ちるんだぞ、お前は。
さあ今日も一丁頑張りますか。よろしく頼むよ春日君。それでは、おっちゃん、どうも。なあ、いらっしゃい。ありがとうよ。どうも。ありがとう。春日さん、春日さん。